おはようございます。バンです。今日の琵琶湖はですね、雨ですね。対岸はほぼ見えないです。そして対岸の付近、上下のところだけね、白くね、なんか光っている、ちょっとね、そういう怪しいようなね、そういう光景が広がっております。それではやっていきます。そうしましたら、デリキックトゥゴー。お、カラスさんがね、琵琶湖の方に、飛び立っていきましたけれども、さて、今日もですね、カメラはソニーの HDR-AF300、 このね、空間光学手ブレ補正の手ブレ補正機構を搭載したアクションカムでね、目玉親父方式と呼ばれる撮影方式で撮影をしております。リュックサックの、バックルの肩のてっぺんの部分、ここにですね、カメラをマウントいたしまして、で、肩というのは水平が出ませんのでね、 GoPro 用のねアタッチメントを使いまして水平補正を行っております。音声はいつもの通りヤマハのボケトラ C24、 マイクはいつもの通りエレコムのピンマイクを使っております。映像の方、音声の具合はいかがでしょうか。このスタイルでね、ここ 2,3 日ね、3日目ぐらいかな、やってるわけですけれども、なんとかね、デイリーキックトゥーゴーというこのキックスケーター動画でトークをするというスタイルがね、なんとかできてるのではないかと、いうふうに思いました。で、昨日試したこの手ブレ補正の、動画編集用手ブレ補正の併用、これをどうするかというね、件について、フッテージをね、確認しながらね、いろいろ考えていたんですけれども、やっぱりね、動画編集段階でのね、手ブレ補正、これはですね、最小限に留めておいた方がいいのではないかと思うに至りました。実験も兼ねてね、一番強めの補正をかけてみたものをですね、やっぱりね、こうあっち行ったりこっち行ったりというようなね、なんかすごいちょっと不自然なね、映像になってしまいました。で、昨日のデイリーキックトゥーゴーシリーズの夜の部ではですね、結局その手ブレ補正編集段階での手ブレ補正の、手法はやめました。でね、今日もですね、空間光学手ブレ補正のみのね、補正で頑張ってみようかなと。で、それをするにあたってですね、やっぱりね、こう自分のね、こう補正ですね、自分の補正、つまり肉体をもってしての補正、これをね、もうちょっとね、鍛錬してみようかな。例えばこういう段差ですね、例えばこういう段差で、例えばね、昨日とかでもね、ガクンとかなっていたんですよ、こういうところ。あ、どうしてもできるなるな、もう今のなんかもう盛大にガクンになってたと思うんですけども、もうどうしようもないようなね、手ブレ、これは肩ブレと体ブレと言うべきでしょうかね、それが伴うわけですね。で、そうなってくるとやっぱりね、のウェアラブルジンバルと GoPro ヒーロー6、この補正力の高さがですね、際立つと、いうふうにね、改めて思いましたね。なんとか早く GoPro がね、修理から帰ってきてくれないだろうかなと。もう1週間になるんですけれどもね、早く連絡ないかなというふうに思ってるわけなんですね。前にも言いましたけれども、もう仕様ですと、もうこの状態は仕様ですということになればですね、早めにね、古いファームウェアの GoPro をね、入手、するようにね、動きたいと思ってますんでね。というか、もう動き始めるか、もう GoPro2 台あってもいいか。いやいや、そういうわけにもいかないですね。お金が何本あってもいいというわけではないんでね。と、手ブレとのね、戦いは尽きない、問題としてね、動画を撮る者にとっては、ずっとこう付き合っていかなければならない問題であるということですかね。さて、今日はね、とにかく雨ですね。で、この雨に対するね、こう動画のアプローチ、僕ね、これはですね、もうガンガン行ってみようというふうに思ってるわけですよ。例えば、
雨の中ちょっともう躊躇してカメラ撮るのやめようかなっていうようなねカメラはないですね。もう少々濡れてもいいかと。特にこんなソニーの HDR-AS300 のようなねアクションカムの場合、これちょっとした防水じゃないですけども防滴ぐらいにはなっているという製品ですんでね、ちょっとお待ちください。はい、改めまして、今日はですね、もうガラッと話変えますけれども生放送をね、いつも通りさせていただこうというふうに思っております。10時からのね予定なんですけど、この動画をアップするのはね土曜日、明日になります。どうしてもそれはね、順番的にそうなりますけれども今生放送をね、ちょっとね最近ね長くなりすぎじゃないかなっていう風なねところでちょっと考えてるわけですね。でね、2時間ぐらいでねちょっとね、切ろうかなという風に思っております。そしていただいたコメントが途中だった場合ですね、でこの途中だった場合はの後の方のコメントを別の動画のアップロードで、対応って言ったらいい、まあ語弊がありますね。別のこう続編動画みたいな形でね、生放送続編みたいなそんな風にしてね、やってみようかなというふうに思っております。これね、動画の生放送の動画の中でもね、説明させていただこうかと思うんですけど、これね2つのメリットがねあるというふうに思っております。おっと落ちてしまった。よいしょ、手袋落ちちゃいました。危ない危ない。一つのメリットは、一個一個のね、コメントに、注力できるという点ですね。ただ単にコメント読み上げライブには終わらせたくないという思いがねあって、こうコメントをこう早う読まな早う読まなというようなことをね、せずともですね、生放送の中で、コンテンツ重視といったね姿勢を貫くことができるのではないかという点が一つ。あとそれからだらだらとね長くやらないというこの2つの点ですね。これでね、ちょっと今週の生放送からね、ちょっとスタイルを、違うものにしようかなというふうに思います。そうなってくるとですね、コメントのね表示、これね、どうするかねちょっとね、検討の余地でありだなというふうに思っております。ちょっとこの辺りで一旦失礼いたします。はい、どうも。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー朝の部、後半開始となります。今ね HDR-AS300 でね撮影しているんですけれども、ゴーグルをつけてね撮影しようと思ったんですよ。ところがですね、スマホアプリで、画像を確認しましたところですね、ゴーグルが曇ってましたね。でもうゴーグル外しました。どうせマイクはね、別撮りしているんで、まあ、これでいいかなと。でゴーグルつける意味合いはやっぱりそのレンズがね汚れてほしくないという意味合いがね大きいところにあるんで、まあ、でも今日のような場合はもう雨でね、レンズが曇ると、レンズじゃないや、プロテクターがね、曇るということなんで、もう、プロテクターは外しました。さて、今さっきね実はね駅のホームで、ちょっと待ってください、走り、走ってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。さてそれはさておき、今さっき AS300 でね1本動画をね撮ったんですよ。ほんの3分ほどのね動画ですけれども、どういう内容かと言いますとですね、キックスケーター用の、ポーチというか、キャリーバッグですね、これを自作したという
ようなね動画を作成いたしました。ちょっと待ってくださいね、通行量、通行の方が多いんでね。あ、改めまして、でね、 S300 で撮ったわけですね。で、こういう時 S300 の内蔵マイクがね、まあ、生きるかなと思ったんですけれども、やっぱりせっかく今デイリーキック2号シリーズの動画をやっていてピンマイクつけているんでね、もうそのピンマイクのままもう動画1本ね、作ったというところですね。でね、A300 の持ち味というのはですね、やっぱりね、空間光学手ブレ補正、それから音がいいというところなんですけれども、やっぱりね、2-3メートル離れたところであってもですね、やっぱりピンマイク使った方がね、やっぱりそれはもうメールに取れますよ。でね、一応、まあ、試してみてもいいんですけども、これはもう明らかに、歴然たる差が出るんで、ピンマイクの音声を使うことになるんですけども、 A300 のこの内蔵マイクのいいところはですね、の周りのこの雰囲気の音を捉えられるということではないでしょうかね。例えばこう街歩き動画をね撮るというような場合ね、ピンマイクだとこれはね、逆にね、なんかね、なんか寂しいようなね、そんな動画になっちゃうんじゃないかなというふうにも思いますし、それこそビデオブログのようなことをするという場合ですね、このピンマイクとそれから AS300 の音をね使い分けるというところで、いい使い分けがねできるんじゃないかなというふうにも思うんですよ。 AS300 使ってるんだったら、じゃあ AS300 の外部入力端子にマイク入力があるんで、それを使ったらいいじゃないかということになりますよね。あ、これどうなんだろうな、エレコムのこのピンマイク、これこのまま、ちょっと待って、ここのタイルいつも滑りそうなんでね、エレコムのピンマイク、これ刺さんのかな、これどうなんやろう、ちょっと、夜の分にかけていっぺんちょっとテストはしてみようと思いますけれども、もしそれができるんだったら、目玉親父撮影今してますよね、ここに、マイクをぶっ刺せばいいだけということになりますよね。ちょっと夜の部でね、ちょっと試してみるかもしれません。ただ全く動かないということも可能性としては考えられますんでね、どうなるかは分かりませんけれども、それではお地蔵ちゃんチェックポイント、お地蔵ちゃんって言ってしまった。だからこの目玉親父方式プラスあのピンマイクという方式はね、これありなんじゃないかな。ただ、やっぱりね、目玉親父方式は移動前提、移動することが前提でね、歩いたりこうなんていうんですかね、キックスケーターは珍しいでしょうけれども、歩いたり移動することが前提の撮影になろうかと思いますんでね、何しろ目玉親父ですからね。で、じゃあジンバル使えばいいんじゃないかと思ういきや、 AS300 に合う、ウェアラブルジンバルは今のところ僕の知る限りではないと、あったら教えていただきたいというところですね。と、まあ、そんなわけで、あ、でもちょっと待てよ、 AS300 がもしジンバル、ウェアラブルジンバルに乗ったとしても、のマイクコードを AS300 につないだままジンバルってのはちょっと難ありですよね。だってジンバルってこう線付きであんま動かすもんじゃないんでね。ちなみに、パイロットフライのアドベンチャーというね、新型ジンバルありますけれども、このジンバルはカメラに線をつなぐことができるんですけれども、この線はですね、ジンバルの根元じゃないや、こう、ピッチ軸のモーターのさらにカメラ寄りのところから、線がね、出せるんですよ。まあ、だからの線がね、こうモーターの可動によって線がね、こうぐにゃ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 なるということはないんですね。だからジンバル乗せたやつに、外部マイクをつけようというとなるとですね、これはちょっとハードル高いな。一時期ね、ちょっと GoPro Hero 6 の、外部マイク入力じゃなかった、外部マイク入力がないんで、外部マイク
マイク入力アダプターを買ってですね、でそれをもろともジンバルに載せようかと思ったんですけども、どうもこの GoPro Hero 6の外部入力アダプターの評判があんま良くないんで、結局はレコーダー別撮りをしているわけなんですけれどもね。でこの音ね、やっぱり僕好きなんですよ、この組み合わせ。ボケトラ C24 とエレコムのピンマイク、僕の声に合ってるっていうのもあるかもしれないですけれども、あと、ボケトラのね、セッティングで ALC というセッティングがあって、これがですね、マイクの声の録音に非常に適しているというような実感がありましてね、若干ね、音声のね、低周波部分をね、カットした方がいいかなというような時はありますけれどもね、その時は、動画編集ソフト EDIUS PRO 8のね、プリセットに登録してある、もう登録してあるんですよ、設定を、低域カットっていうね、そういうような、プリセットを適用ポンってやればね、ちょっと音の低いところがもうもや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 してるかなというような時はね、それを適用してます。適用は必ずしてないですね、したりしてなかったりというところで、こんな検証ばっかりやってて、本当にやりたいのは今日のね、ちょっとした、僕の使ってるものの紹介、キックスケーターの自作の、キャリーポーチの紹介、こういうことをほんまはやりたいんですけども、本末転倒になっていないか、これいつも言ってることだな、バン。本当はこういう、カメラのことばっかりではなくて、キャリーポーチの紹介であるとか、そういう皆様のためになることを、でもカメラもやっぱりためになっていただいている方がね、いればこそという思いもあってやっているということで、このスタイルはね、まだまだやっぱり、まだまだじゃないや、これからもね、続けさせていこうかなというふうに思っております。さて、今日の朝のトークはね、ちょっともうグダグダになってしまいまして、大変申し訳ありませんでした。テーマをね、絞ろうというふうに思っていたんですけれども、AS300 の手ぶれの話題、それから AS300 の活用方法、マイク入力について、GoPro Hero 6との比較、それから、本来ビデオブログがどうあるべきかというのね、ところで話をさせていただきました。それでは今日はこの辺で、今日は朝の部は失礼いたします。バイバイ。